士だな。じゃなきゃプロのボクサーだ。どうかな。お前は何になる。そんなもんないよ。ない。ボクシーはダメか。新聞は包み紙に使うだけで読まないだろ。え、ほんと。何日。まあまあ冗談やめてよ。ってさ、ただ有罪と言って出てくりゃいいんだろ。手にしまえばいいんだもん。簡単だよ。ジュリエットから電話が来たよ。全部で10回ぐらい。誰が。ジェシー。僕だよ。ママに言われて。ママがそう言ったんだよ。読んじゃいけないんだろ。テレビや新聞は見るなってそう言ったじゃないか。うちの親父は依存症の回でセックスピストルズと一緒だった。そんな話聞くと別に依存症だっていいじゃないかって俺は思っちゃうね。トビーやめろよ。あと 2,3 回補導されてみろ。もうおしまいだ。きっと少年院送りだ。クレイトンの女房じゃないか。正気か。診察は無事終了。1時間で病院に戻らないと。とにかく食べることが大切だ。お腹が空いてなくても食べろ。牛乳はできるだけたくさん飲んで十分な睡眠をとること。1ヶ月後に予防接種を行う。何かあったら連絡してくれ。それまでに出生証明書も用意しておくからね。ああ、割礼は必要かな。話すよ。ねえ、モデルだったんでちょっと気になってさ。なんでモデルからケースワーカーになったのか。今度映画見に行かない。君とやりたくて。それしか。頭を怪我したから口が悪くなったって言うんだろ。でも君は知らない相手じゃないし、何度も会ってる。自分を取り戻したい。一日を順序よくかけて。でも目を覚ますでつまずいちゃってリストにならない。ジニーに追い出された。バカやめるまで戻んなって。あんたんとこの牧場に泊めてくんないかな。2日ほど。どうする。ロボソルジャーはお祝いを的にすんじゃなかった。んだよ、自分だって女に逃げられたくせに。ごめん。スティーブ待てよ。悪かった。あ、プレス、リッチ刑事ですか。噂は金がね。あ、ティム・ボイルです。デイリーニュースので、状況は。記者生活の1日目なんです。何か切り口はありませんか。転職してスタテン島で不正投票か。ねえ、恩返ししますよ。そうだな、カチューマ情報流すとか、署のクリスマスパーティーでサンタになるとか、サッチモ並みにフェラが得意の女の子を紹介する、善良なる警官、子供を救うって記事を載せる。それで3ヶ月は土曜日休めますよ。ねえ、死亡記事に戻りたくない。スタンドで店員に銃をぶっ放したって言ったらマジでビビってやるので、一発かました。2万ドル現金で用意しろ。出なきゃ殺すって。震えてんのが電話でも分かったぜ。ビビらせりゃどんなやつでも金を出す。だから相棒が欲しかったんだよ。俺はそういう細かいこと考えるのがダメなんだよ。あんた誰かと組んだことあるか。それで、ああ、ブラックバード、1万でどうだ。そうかい、バード、手を組もうぜ。まさか書きたいとも思わない。建築家になる勉強をしてたんだ。なれなかった。仕事が必要で。この通り、大学時代のあだ名がそう。なかなかいいハンセンって呼ばれてた。サマーはマグリットとホッパーが好きでさ、バナナフィッシュの話で20分も盛り上がった。めちゃくちゃ気が合うんだ。彼女、思ってたような子じゃない。最高。そこ動くな。化学物質じゃない、放射線でもないな。確かに美しい。このナノマイトはまるで未来だ。この分野では何光年も先を行ってる。我々は空爆を生き延びた。どうにかな。私はマインドベンダー博士の研究を受け継ぎ完成させた。それをお前は体験できるのだ。そうです。夢を見ている状態だと防衛本能は低くなり、簡単にアイデアを抜き取れる。これがエクストラクト。上で何かあったのか。仕事だってことを忘れるな。帰ろう。絨毯でミスるな。お前の設計だろ。コブも何かっかしてる。あれで冷静とはね。このまま乗っていけばいいだろう。だって夢の中にモルがいたし、最近よく現れる。あーちゃんは一人で散歩に行ってる。1時間早く起きろ。レイプを防げる。ババア殺しだ。そうだよ、ばあさんばかり14人殺した凶悪犯だ。パンティーを口に詰めて殺すんだ。何を突っ込む代わりに指で。ばあちゃんの頼みなんだ。聞いてやれ。レイプされないよ。さあな。けどいるぞ、腐った奴らがな。ああ、すみません。それって一体どんな。ガン。僕がガンって、そんなのありえませんよ先生。だって僕はタバコも酒もやらないし、環境にだって腫瘍の一種ってことだ。なんで写真なんだよ。ただの塊だ。写真に撮るような代物。さあね、調べてみたら50-50だ。でもね、パトリック・スウェイジ。そうだけど彼は死んだよ。ゴードン本部長、ギリー議員がウェイン財団のパーティーから戻ってこないと夫人から連絡がありました。あなたとデントが犯罪を減らしたせいです。そのうち図書館の延滞も取り締まるようになりますよ。でも未だに本部長は悪を見張ってる。ブレイクです。8年前にデントが死んだあの夜のことです。バットマンが最後に目撃された夜、5人を殺し、スワットチームを倒し、デント検事を殺して彼は消えた。会社勤めはありえない。スーツは嫌いだ。走るのが好きだ。フィクスドギア、スチールフレーム、ノーブレーキ。俺の意思で動く自転車。ペダルは絶対止まらない。いや、止まれない。
止まりたくない。ニューヨークには1500人の自転車メッセンジャーがいる。メール、宅配、ファックス、そのどれもが使えない。だけどあるものを決められた時間にある場所に届けなくてはいけない時、俺たちの出番だ。未来では死体を始末するのが不可能に近いらしい。身元を追跡する技術が進んだって話だ。そこで未来の犯罪組織が誰かを消したい時は、現在、つまりこの世界の殺し屋を雇う、通称ルーパー。俺もその一人だ。未来にいる俺の雇い主は標的を拉致して俺たちルーパーに転送する。標的は両手を縛られ頭に袋をかぶってる。俺は仕事を終わらせ銀の延べ棒を回収する。標的は未来から消滅し、俺はこの世には存在しない死体を処分する。ボストンの男は半分が徴兵された。家族のみんなにどう思われてることか。お父さんが人気があるから物を投げられたり唾を吐かれないだけで集中できやしません。あそこでイギリスの少女法など勉強していても、少女法なんて僕はどうだっていいんです。弁護士にもなれなくたっていい。人の役には立ちたい。でも今なんとかしたいんです。いつかそのうちじゃなくて。ここにいる15歳以上65歳未満の男で軍服を着てないのは僕だけだ。そう、正直に言おう。この音で俺はビンビンに硬くなる。だからって一気にいっちゃもったいない。焦らずゆっくりと高めていく。まずは写真だ。でいよいよその気になってきたら動画を探す。よし、これだってのが見つかるまでまだ身には触らない。決めたらグッバイ。その後の数分間、現実は全て消える。世界には何もない。あるのはただ。俺たちはきらびやかな街で遊びまくり、シンシティの歴史を作った。賭けで買った金を残らず派手に使いまくった。クレジットカードを使おうとした時がケチのつき始めだった。同時に全部が使えなくなるなんて、背後に気配がする。何かがおかしい。厄介なことになる。どうして？一番言われる質問はこれ。どうして？なんで綱渡りをする？どうしてそんな無茶をする？死ぬようなことをなぜ？でも僕はそう思わないし、口にしたこともない。死とか死ぬとか。本当は一回は言ったかも。今ので三回だけど、見てて。もう二度と言わない。代わりに反対の言葉を言うよ。生きる。僕には綱渡りこそが生きることなんだ。僕はエドワード・ジョセフ・スノーデンです。年は29歳で、国家安全保障局の契約スタッフです。そして僕はかつて CIA の職員としても働いていたことがあります。この9年で様々な情報関連の仕事をしました。まずはシステムエンジニア、それからソリューションコンサルタント、あとは CIA のシニアアドバイザーも務めました。